ミカちゃんとバービーの春の新作コレクション。ミカちゃんとバービーにとっても可愛いお洋服が届いたよ。可愛いお洋服を2人に着せてあげよう。わあ、可愛いお洋服がたくさんだね。どのお洋服を着ようか迷っちゃうわ。まずはバービーからお洋服にお着替えさせてみるよ。バービーはどのお洋服が着たい？そうね、私はこの黒のワンピース素敵じゃない？このお洋服着てみたいわ。よし、じゃあバービーの着替えスタート。お洋服を脱いで、あらやだ、恥ずかしい。よいしょっと。黒のワンピースにお着替え返し。おてて を入れて、後ろを締めてと。はい、出来上がり。どう？似合ってるかしら。さらにここにネックレスをつけてみよう。あー、かっこいい、おしゃれ。バービーがスタイル抜群のモデルさんに大変身だ。このお洋服素敵ね。気に入ったわ。スカートもふわふわでいい感じ。次はリカちゃんがお着替えする番だよ。リカちゃんはどのお洋服にお着替えしたい？あ、このお花がいっぱいついたドレス。これかわいいね。着てみたい。よし、じゃあこれにお着替えしてみよう。やったー。ドレスを脱いで、このお洋服にお着替え。よいしょ、よいしょと。後ろを締めて。わー、素敵。かわいいドレスだね。スカートはバラのお花がいっぱい。純白のウェディングドレスみたい。うふ、嬉しい。二人とも他のお洋服にもお着替えしてみたい？したーい。したいわ。よーし、じゃあどのお洋服にお着替えしたいかな。リカちゃんは、あ、このお洋服、これにお着替えしてみたいな。よし、じゃあリカちゃんはこのお洋服にお着替えしよう。バービーは？私はそうね、このお洋服かわいいじゃない。このお洋服にこのジーンズを合わせてみたいわ。よし、バービーはこのお洋服にお着替えしてみよう。まずはリカちゃんから。この素敵なセーターにお着替えするよ。ドレスを脱いでと。バンザーイしてセーターを着てみよう。わー、なかなかお顔が出てこないね。あ、リカちゃんのお顔出てきた出てきた。苦しかった。お手手を通して、よいしょ。なかなか手が通らない。よいしょ、
よいしょっと。ふう、お手手が通った。あとはセーターを伸ばして、じゃーん、ワンピース風ニット出来上がり。あ、もっこもこですっごくあったかいよ。かわいいでしょう。気に入っちゃった。次はバービーの番。バービーもお洋服を脱いで、よいしょ。あらやだ、恥ずかしいわ。このピンク色のお洋服着てみるよ。袖を通して、はい、こっちのお手手が通ったね。反対側のお手手も通してみよう。よいしょ、よいしょっと。はい、こっちのお手手も通りました。後ろを締めて、うん、かわいい。あとはジーンズを履いてみよう。足を通すよ。せーの、よいしょ。あ、こっちの足が通った。反対側の足も入れないとね。よいしょ。ズボンが入った。足を出して。あら、またまた恥ずかしいわ。よいしょ。ズボンを上まで上げて。はい。バービーのジーンズ姿、出来上がり。このジーンズいいわね。ダメージ具合がいい感じ。この季節にぴったりのお洋服ね。リカちゃんはこのお洋服も似合ってるし、ドレスも似合ってたね。バービーもスラッとした足にこのジーンズ素敵。この黒色のドレスもかっこよかったよね。春はおしゃれも楽しい季節。みんなも新しいお洋服で出かけちゃおう。かわいいお洋服が着れるのってとっても嬉しいよね。女の子に生まれてよかったって思えるわよね。みんなはどのお洋服が着てみたい？今日紹介した春の新作のお洋服の中でみんなが着てみたいお洋服を教えてね。この黒いドレスも素敵だったわよね。リカちゃんが着たお花のドレスも可愛かったよね。みんなが着たいお洋服をコメント欄に書いてくれると嬉しいわ。じゃあね、バイバーイ。遊ぶのではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので。
動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。